今日報道陣の取材に応じた名古屋市の河村市長が言葉を濁したのは、今も出るおつもりはないということでいいですか。まあ、そんなことを問い詰めてもしょうがねえ。まあ変わっておりませんよ。今も変わってない、それは変わってない。はい、2年後の名古屋市長選についてです。せーの、ゴー。あ、はい、万歳。現在名古屋市長として歴代最長の4期目を務める選挙モンスターこと河村市長。2年前、新型コロナ対策や全ての小学校への常勤スクールカウンセラー配置などの公約を掲げ、見事当選を果たしましたが、5期目は出ないということでございますので、一つまあわしも総仕上げということでやりたいと思いますので。選挙活動時、河村市長は最後のチャレンジとして次の市長選には出馬しない意向を示していました。そんな中、今日、名古屋をさらに発展させるために努力したいなどとして、名古屋市出身の国民民主党大塚耕平参議院議員が次の参院選に出馬せず、名古屋市長選に立候補する意向を固めたことを明らかにしたんです。かつては共に旧民主党の議員として互いに選挙活動の応援をしたこともある2人。大塚参議院議員の名古屋市長選への立候補の意向を受けて、河村市長は、まあ選挙だで、ね、いろんな人が出てくるのはいいことだねやかと思いますけど。市長選に出るお考えはないということでよろしいですよね、現時点では。いやいや、何万打物ということだという。まあ、そこ行ってかんとあとややこしなるというかな。そりゃ現に市長やっとるとそういうもんではないんですわ。河村節で交わす市長、2年後2人の戦いはあるのでしょうか。そして大塚議員は先ほどから名古屋市役所で記者会見を行っています。まあ、従前からもう時々いただいておりまして、まあ、やはり年次がだんだん上がってくるにつれてですね、まあ、そのご要請も一段と強くなってきているというのが実情であります。まあ、そういう中で、まあ今年に入って、まあ、いろんなお声をいただいたんですが、まあ、やはり統一地方選挙が終わっていない中で、まあ、何か私が自分の身の振り方についてですね、決めるというのはなかなか難しいということ、まあ、さらにはまあ、今も現市長が市政を担っておられるわけでありまして、現市長の任期が折り返し点を過ぎていない中でですね、何か次の市長選挙について私が一定の考え方を表明するのも適当ではないだろうということで、さらにはですね、まあ、私自身の参議院の任期がまあ、ようやくこれでほぼ3分の2が終わりましたので、まあ、後半戦に入ってきているということなどなどですね、まあ、総合的に判断しまして、統一地方選挙が終わって以降にですね、冒頭申し上げましたように、まあ、前向きに考えたいということで、ご推薦いただいたり、ご支援いただいている皆様に、まあ、そういうトーンのお話をさせていただいている過程で、取材をいただいて、今朝の報道になったというふうにご理解をいただきたいですし、私、はい、ということで、大塚議員も参議院3分の2過ぎて後半戦で、河村市長もちょうどこの時期に折り返しと任期がいうことで、今回発表があったということで、今回名古屋市長選に立候補する意思を固めた大塚耕平参議院議員なんですが、現在4期目の名古屋市の河村隆市長とは共通点があるんですね。こちらです。実は2人とも名古屋市生まれ、はい、そして
東区の旭ヶ丘高校卒業ということなんですね。おー、あの名古屋市で生まれ名古屋市で育ってるっていう共通点と、あの学校はじゃあの先輩後輩に当たるわけですけど、でも11歳も違うから、そうなんですね、同じ、ね、在学期間中はなかったわけですね、はい、はー、であの気になるのは前回の選挙の時に河村市長が、まあ、次は出ないっておっしゃってたのが、うん、はい、本音がどうかっていうことで、ね、VTR でも、ね、出ていましたけれども、はい、あのカメラが回っていないところ、カメラのないところでは河村さんは、まあ、進退を今の時点で明らかにするつもりはないと話をしていまして、含みを持たせていたんですね、まあ、ですから河村市長任期が残り2年ということで、まあ、去就についても今後も注目していきたいところですけれども、はい、次回の名古屋市長選挙は2年後の2025年4月に行われる予定です。